ブラックフィッシュ。ブラックフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。下東級潜水艦の10番艦。ブラックフィッシュとは、漠然と、黒い魚を刺すが、アメリカでは、オキゴンドウ、ユメゴンドウ、ズハゴンドウなど、ゴンドウクジラ類の通称であり、アメリカ公文書はクジラを由来とみなしている。ブラックフィッシュは、コネチカット州クロトンのエレクトリックボート車で寄港する。 1942年4月18日に、ヘンリード・カイメル夫人によって浸水し、レーモンド・ W ・ジョンソン中佐、アナポリス1930年組の指揮下1942年7月22日に、収益。アメリカ海軍ヨーロッパ方面軍の第50潜水艦部隊に配属された。最初の紹介までに、艦長がジョンカイ・ダビッド・ソン少佐・ショーサ、 アナポリス1929年組に変わった。10月19日、ブラックフィッシュは最初の紹介で西アフリカのダカール方面に向かった。ニューヨーク州ロングアイランドの最東端を出港し、統治作戦支援に急行。11月9日、ブラックフィッシュはあの地点で3隻の輸送船と2隻の駆逐艦を発見して、魚雷を2本発射し、1本が7000トン級輸送船に、 命中した。11月25日、ブラックフィッシュは37日間の行動を終えて、スコットランドのに帰島した。12月20日、ブラックフィッシュは2回目の紹介で、イベリア半島西岸方面に向かった。この紹介では、中立国スペイン戦を目撃した以外は、さしたる事件はなかった。1943年1月18日、 ブラックフィッシュは29日間の行動を終えて、ロスネースに帰島した。2月1日、ブラックフィッシュは3回目の紹介で、ビスケーワン、ビルバオ方面に向かった。この紹介でも、相変わらず目撃するのは、スペイン船ばかりであったが、2月19日夕刻、ブラックフィッシュはの地点で、スペイン船とは明らかに面向きが異なる2隻のドイツの艦船を発見。魚雷を本ずつ、 計4本発射し、1本がドイツ小海底 VP408 に命中して撃沈したものの、直後に反撃を受け損傷した。この戦火の詳細が分かったのは戦後になってからのことだった。2月22日、ブラックフィッシュは22日間の行動を終えて、コーンボールのファルマスに帰島。2回港され、同地のイギリス海軍の艦ンドックで修理が行われた。4月5日、 ブラックフィッシュは4回目の紹介でアイスランド近海に向かった。この海域では U ボートの出入りを警戒した。5月14日、ブラックフィッシュは39日間の行動を終えてロスネースに帰島。艦長がエリウッドオルセンシアナポリス1927年組に変わった。6月8日、ブラックフィッシュは5回目の紹介で北、大西洋に向かった。 紹介を終えると、そのままアメリカ本土に進路を向けた。7月26日、ブラックフィッシュは48日間の行動を終えて、ニューロンに帰投した。ブラックフィッシュは修理後、太平洋戦線に投入され、パナマ運河地帯を経て、ブリスベンに開港された。また、ダビッドソン・少佐が艦長として復帰した。10月19日、ブラックフィッシュは6回目の紹介で、 ビスマルク諸島方面に向かった。10月24日まで同行していた潜水艦救難艦を目標艦とする夜間レーダー攻撃の訓練を5つ北上。ショークに到着後、11月18日、ブラックフィッシュはトラック諸島に向かう途中、日本潜水艦に警戒すべしとの無電を受信した。当時周辺にはコービナとドラムがおり、ブラックフィッシュは確かに11月13日に レーダーで潜水艦を探知し、18日にも4500メートル先の潜水艦を確認している。しかし、日害の区別がつかなかった。やがて浮上し、ドラムと交信したが、本艦ではないとの返事があった。神戸名からの返事は、ついになかった。11月23日未明、ブラックフィッシュアの地点で、輸送船団を発見し、 魚雷を6本発射して3回の激しい爆発を確認し、4500トン級輸送船1隻の撃沈を報じた。ブラックフィッシュはこの輸送船団を追撃し、翌11月24日夜2の地点で2度目の攻撃をかけ、魚雷を6本発射したが、その結果はわからなかった。12月4日、ブラックフィッシュは47日間の行動を終えて、ミルン湾に帰島した。 12月25日、ブラックフィッシュは7回目の紹介で、ビスマルク諸島方面に向かった。12月29日に、つらぎ島に寄港し、ビスマルク諸島北方海域に進路を向けた。1944年1月8日、ブラックフィッシュは激しい雨の中の地点で1隻の小型タンカー、3隻の輸送船及び2隻の駆逐艦からなる輸送船団を発見し、 魚雷を6本発射して、タンカーと輸送船に計算本命中せたと判断される。1月16日午後には、の地点で2隻の輸送船と1隻の駆逐艦を発見し、最初の目標に魚雷を6本、2番目の4500トン90型タンカーに魚雷を4本発射。魚雷は特設運送船海岸丸大連機船2087トンに命中して、これを撃沈した。 1>, 1月28日に再び、つらぎ島に寄港の偵察に向かう、途中の2月3日、ブラックフィッシュはの地点で2隻の中型輸送と2隻の吹雪型駆逐艦と思われる艦艇からなる輸送船団を発見し、吹雪型駆逐艦に対して、巨雷を6本発射し2つの命中を確認したが、最終的な成果は確認しきれなかった。2月13日、 ブラックフィッシュは50日間の行動を終えて、ブリスベンに帰還。艦長が、ロバート・カイセルーズ少佐、アナポリス1934年組に変わった。3月1日、ブラックフィッシュは8回目の紹介で、ニューギニア、カロリン諸島方面に向かった。ミルン湾に寄港して補給した後、パラオ東南方海域で、第58任務部隊。 マーク・ミッチャー中将によっパラオ空襲の支援に従事した。その最中の3月30日朝には、の地点で3隻の輸送船と4隻の護衛艦からなる輸送船団を発見して、完備発射艦から魚雷を4本発射したが命中せず、ついで艦首発射艦からもう4本発射して1本が、大型駆逐艦か、軽重2洋艦に命中したと判断された。4月8日に、 マヌス島に寄港して補給した後、再びパラオ近海に進路を向けた。パラオ近海での紹介を終えると、ヤップ島近海で紹介と支援任務を行った。5月19日、ブラックフィッシュは80日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。サンフランシスコのベスレヘムスチールに開港されて、オーバーホールに入り、9月7日に真珠湾に戻った。9月23日、 ブラックフィッシュは9回目の紹介で、シャーク、シードラゴンとウルフバックを構成して、ルソン海峡方面に向かった。サイパン島に寄港して補給した後、台湾南方の紹介海,海域に到着し、10月12日にはの地点で、ミネ風型駆逐艦に対して、巨雷を、艦備発射艦から4本、艦首発射艦から3本下が命中しなかった。この紹介海,海域は10月20日に破棄され、 新たなショークに移動した。10月23日、ブラックフィッシュにソーフィッシュが接触、攻撃したまた30戦団の情報がもたらされ、シャーク、シードラゴンと共に戦団の予想深度上に移動したが、ブラックフィッシュの未戦団に接触することができなかった。また、シャークも戦団に接触したのを最後に消息を絶った。ブラックフィッシュはその後もバシー海峡。 バタン諸島海域で感染に何度か接触したが、いずれも攻撃には至らなかった。11月24日、ブラックフィッシュは60日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。1945年1月1日、ブラックフィッシュは10回目の紹介で、アーチャーフィッシュ、バットフィッシュとウルフバックジョス・ジャグヘズ、ジョーのマヌケどもを構成して、南シナ海に向かった。 香港近海で紹介したが、この海域ではなかなか戦果を上げることはできなかった。1月23日未明になっての地点でこの、紹介最初の戦闘があったが、100トンサンパンを取り逃がした。1月30日未明、ブラックフィッシュアの地点で、別のサンパンを発見して、魚雷を2本発射したが命せず、明け方になっての地点で、別の2隻の150トン級サンパンを発見し、 4インチ砲、20ミリ機銃を使って一隻を撃沈して、もう一隻を撃破した。2月1日夜にはの地点で、サンパンの群れを発見、4インチ砲と機銃で3隻の50トン級サンパンを打ち沈め、8隻の50トン級サンパンを撃破した。2月21日、ブラックフィッシュは50日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。3月25日、 ブラックフィッシュは11回目の紹介で、ブルヘッドティグロンシーホースとウルフパックを構成し、南シナ海に向かった。バタン諸島、プラタス島方面などで紹介したものの、この方面で見たものは、味方の潜水艦や、ジャンクばかりだった。三月十八日から十九日にかけての夜には、バタン島、バスコの市外を、官報射撃し、三月十一日と四月十四日は、 プラタス島の無線島を艦砲射撃で破壊した。5月10日、ブラックフィッシュは50日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長が、ロバート・シー・ジュレット少佐、アナポリス1939年組に変わった。6月14日、ブラックフィッシュは12回目の紹介で、東、シナ海及び、航海方面に向かった。この紹介が実施された時期には、 もはや日本側に目しい感染も見当たらず、目立った戦闘は行われなかった。8月5日に6名のアメリカ陸軍航空隊パイロットを救助。8月8日には草垣群島の東大への艦砲射撃を行った。8月9日、ブラックフィッシュはホエールと会合し、16名のパイロットと1名の負傷者をゴムボートを使ってホエールに移送した。 8月14日、ブラックフィッシュは57日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。ブラックフィッシュは1945年8月27日に、グアムを出港し、アメリカ東海岸に向かった。ニューヨークとニュージャージー州カムデンを訪れた後、コネチカット州のニューロンドン海軍潜水艦基地で、活性化が行われる。1946年5月11日に、 ブラックフィッシュは予備役となり、1949年5月5日に、フロリダ州セントピーターズバーグの海軍予備役訓練センターに移動し、予備役兵の訓練に従事する。その後1954年2月2日にニューロンドンに帰還した。ブラックフィッシュは第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。